室田伊代は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は35。愛知県春日市出身。杉本正隆八段門下。愛知県立春日南高等学校を経て、愛知宿徳大学を2012年3月に卒業。日本将棋連盟騎士会副会長。2006年現在、育成会の日記抜けは、姉妹沙織、里見香奈と室田のみ。 婚約を発表した2012年2月20日の時点で、井山の囲碁騎士としての段位は9段。10段と天元の2巻を保持。同じく2012年2月20日の時点で、名人を2期獲得した実績を有する。井山と室田は誕生日が同じ1989年5月24日である。両名とも大阪を拠点に、囲碁騎士。 将棋女流騎士として活動していることで3年前から交際し2012年2月20日の婚約発表に至った。室田イオンツイッター愛知県春日井市公式サイト春日井人夢作り文化スポーツ大使室田伊代さん。公演春日井人夢作り文化スポーツ大使室田伊代氏女流騎士と私のお母さんボリューム1室田伊代女流二段。 日本将棋連盟第17期女流王位戦予選。室田伊予女流1級2007年度公式戦成績。日本将棋連盟2008年4月1日、2008年4月1日付商談。室田伊予女流初段が女流2段に商談。日本将棋連盟、2015年5月4日閲覧。室田伊予女流初段が囲碁騎士の井山優太天元、10段と婚約。 日本将棋連盟。2017年10月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月25日閲覧。産経新聞2012年2月20日、囲碁の井山十段と将棋の室田女流初段が婚約。西日本新聞2012年2月20日、井山天元と室田女流が、婚約囲碁と将棋のカップル誕生。AB、囲碁。 井山マ太六冠、将棋、室ロタ女流二段と離婚。産経新聞。2017年10月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月25日閲覧。井山七冠どんな人、高校進学せず、以後に、千年、食いないように。スポーツ日本。2017年10月26日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2017年10月25日閲覧。日本将棋連盟2012年4月4日、室田女流初段が、春日ガ人、夢作り、文化スポーツ大使に。2012年3月3日、春日ガ人、夢作り、文化スポーツ大使引き継ぎ式2015年3月19日、春日ガ人、夢作り、文化スポーツ大使引き継ぎ式日本将棋連盟2015年6月5日。 キッ会役員のお知らせ http コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20160123スラッシュ t l スラッシュ k23 スラッシュ040スラッシュ275004ありがとうございます。